お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらマジアチオールブレイカーでガチマルチにやっていきたいと思います。沼りました。はい、トローね、ちょっと落ちて、もう世界一までね、500、なんなら5、600ぐらいね、上げなきゃいけないというわけで、今日はね、もう無言ではないんですけども、もう無言に近いぐらい、ガチ集中して、ちょっとトロ上げね、していきたいと思います。マジアチオールブレイカーで、今季ずっとやってたんですけど、なんとね、もう、ペッカ工場くんが、急にですよ、大流行し始めてます。てかもうしてます、今。そう。コカツと、ペッカかな、今めちゃくちゃなんか流行ってて、コカツはね、すごいシーズンも序盤からというか、ここ最近すごいずっと流行ってるんですけども、なんでか知らんけどペッカくんが流行ってんの。ペッカくんがで、このマジアチオールブレイカーね、ペッカくんがね、意外ときついの。なんか陸受けがちょっと足んなくなるっていうので、ペッカくんが普通にきつい、そのペッカくんが多くて、マジアチオールブレイカーちょっと今ね、すごい苦戦してます。今季ね、序盤の方はまあ序盤っていうのもあったんですけど、すごい順調だったんですけど、なかなかね、トロが上がらなくなってまいりました。まあ、そんなわけで、頑張ります。まあ、あと2週間ぐらいね、シーズンフィニッシュまでは一応あるので、まあ、それまでにデッキをね、安定させたい。どのデッキを使うか。さあ、まあ、ハンター内側にね、こんな感じやって、ボム爆破でさよなら、オッケー。さあ、で、これ、多分ね、このトリトをね、やっつけると、こんな感じのウッドでね。あ、で、このナイトの受けですら、スケーレスピしかないので、つらみ。オッケー。あー、コウモリだか。ごめんなさい。スケーレスピコウモリの、まあ、高回転ロイ J ですね。いやー、まじで。バカ落ちたな。悔しいな。まあ、ペッカと、コカツ。コカツにはね、基本的には、まあ、相性いい。まあ、僕でもコカツによく負けるんですよ。まあ、このデッキでコカツに負けるなら、もう何も勝てないじゃんって感じなんですけど。よいしょ。さあ、ちょっとこれね、延命していきたいですよね。で、まあ、この両方ね、攻めてあげると、相手はね、タルババ1枚しかないので、ウッドか。あれ？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 寝てんな。相手さて、お休みモード中。いや、でけえ。この単体ローはもう、このボムでね、しかもこのボムを1個上に置くんですよ。逆サイドの1個上に置くと、タワーとボムタワーをファイボでね、巻き込むことができないので、こんな感じに1個上にするのが、もうね、超大事っす。さっきそうだな。なんかもう、出すよっていう顔してましたもんね、今、ボムタワー。で、これ、トリトン？あ、今、トリトンが。さあ、まあ、でも、ボムで耐えれそう。オッケー。よし。まあ、ちょっと最近ね、なんかラバーエレジャイとか、なんかこう、メガナイト、まあ、ロイホグとか、まあ、こう別に遊んでたわけじゃないですよ。すごいこっちだって、いつだって常に真剣でね、ガチでやってるんですけども、ちょっとね、まあ、遊びすぎちゃってたので、なんか雰囲気ね。そうそうそう、今日からはガチでね、世界一を狙いに行きます。よし。さあ、ハンターこんにちは。スケか？来るぞ。うい！まあ、このウッドはね、非常にうまいように見える、まあ、手品みたいな、まあ、マジックと一緒ですね。うわ、すごって見えるんですけど、めちゃくちゃ簡単。なんたって、ウッドを転がすだけでいいから。マジで。ウッド転がすだけで、うまく見えます。あ、来ました。はい。これ、また飛ばして、ウッドを飛ばすだけで、めちゃめちゃうまく見えます。こんにちは。はい。ウッドを転がすだけで、相手はね、もう何もできなくなります。さあ、グッドゲーム。まあ、防衛ファイボとか、されると、まあ、僕のウッドがね、こう、ちょっと空振りにはなるんですけども、まあ、それだとね、マジアチャが生きてきて、ボムタワーも残るし、みたいなね、サイクルになってくるので、はい、まあ、あんな感じでね、ウッド転がしてください。うまくなれます。ソウルブレイカーセッパー。いやー、マジで、トロ落ちた。落ちるとなんかあれですね、精神的になんか行かれますね。しかも、今、夜、深夜、まあ、朝4時ぐらいに動画撮ってるんですけど、まあ関係あるかないのかすごいわかんないんですけど、マジこの朝の時間帯、もう8割9割ぐらい、もう勝っても負けても、ホレースタンプ連打されます。いや本当に。
マジ僕が勝とうが負けようがね、バカ煽られるんですよね。そう、それもまたね、ちょっと精神的にきついというか。いや、一定この親衛隊が入ってるのも見たいっすね。さあ、で、今回の相手は親衛隊老夫なんですけど、結構ね、こう配信してたりだとか、まあこう、なんだ ?YouTube のコメントとかでも、このマジアチュアオールブレイカーで親衛隊老夫に勝てませんっていうのがよく聞かれたんですよ。で、マジで勝てるんですけど、まあ、その、立ち回りというか、コツは、ボムタワーを延命します。親衛隊と老夫があるので、やっぱどっちかをボムで守ると、どっちかはね、今みたいな感じで守れなくなるんですよ。なので、基本的に、ボム、親衛隊から多分、まあ、相手はやっぱ立ってて、戦いに来るんですけど、止血親衛隊からとか、まあ、なんかユニットからの始まり親衛隊がね、来ると思うんですけども、そこでボムを使ったボムを延命しますっていうか真ん中ホバが多分来るんですよね。親衛隊プラスホバが来るので、ボムからのボムの前にナイトを置いてあげます。それで、ボムタワー延命するのが大事です。さあ、まあなんでちょっとね、ここはボムを置いてからの、まあこんな感じでディガーとか置いてね。そう、これで相手はホバリングを出してもよいしょ、うん、いやー、だからそのホバがねうまいんですよね、このホバが。そうそうそう。本当は真ん中ホバが来るんですよ。よく来るのは。で、それをナイトで延命すると、相手の親衛隊をね、ボムタワー半分ぐらい HP 残った状態で対応することができます。で、今のはね、ちょっと相手がうまいですよね。よいしょ。さあ、ここは、ファイボム打ってきた攻め時。で、折りか折りが間に合うっすね。まあ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 。で、あれロット負けるじゃんって思ってると思うんですけど、あ、全然、まあ最初に、ダイアメージ受けるのはシャアなしでもこっから追いつけますね。それがまあこのボムの強さというか、この防衛硬いね、このデッキの強みなので、今からね大逆転します。さあ、まあボム置いてホバが嫌なんですよ、とりあえず。そう、ホバ来るんでこれは延命します。そしたら次ね、相手がロイフグ出してきた時もボムがね回るというか守れるんですよね。よいしょ。まあ、ここは多分ね、取るねぐらいでね、オッケーオッケー。いや、オッケー。そうですね。まあ、こんな感じ。結構ギリギリなんですけど。さあ、ウッドで延命してあげる。いや、このマジアチ延命で神ですね。で、これ延命すると、相手は少しずつね、サイクルが。さあ、ナイトで竹取って、まあ、ホバだけですね。ホバだけマジで気をつけましょう。負け筋っすね。いやー、いいファイボ。いいファイボすぎる。で、今これは、まあ、ディガー受けがね、あんまりないのかな?ディガーで攻めてあげて、はいはいはい。まあ、このディガー入るだけでかいですね。で、まあ、マジアチャは右側に置くと、ファイボでね、タワーと巻き込まれるので、左側に置いてね。よし。差し前親衛隊来るかなと思ったんですけど、来ない。いや、このザッピーのね、ダメージですら、やだ。いや、これ、取れないしてもいいのかな?まあ、一回ボムで守りますか。イモって、で、この間にディガーで攻めてあげて、で、相手はもうね、こんな感じ、ちょっとファイボ削りになってますね。タイブレイク、見てるな。さあ、で、僕はもう攻めます。積極的に攻めて、さあ、もうなんなら、これマジアチャで、1400か。さあ、まあ、1400あればいけるっしょ。これディガーウォールブレイカーでここで攻めます。で、左は大丈夫。いや、ほぼ大丈夫。いや、大丈夫そうだな。いや、もう神の神すぎる。いや、勝てるボムだけ置いて、ボムだけ置いて、いや、マジで耐えて。もう耐えるだけ。俺は耐えるだけ、耐えるだけ。何もすんな。誰も邪魔すんじゃねえよ。危ねえ。ほらね。来ました。マジで。9割超えです。相手の保冷スタンプ押す率。深夜対。マジです。これは。ぜひ皆さん、ちょっと試してください。深夜4時ぐらいからね。確定演出出てますから。いや、危ないですね。いや、もっと、
楽に勝てるんですけど、ホバの使い方がね、ボムタワーを壊しに来るんじゃなくて、なんかホバリングをもう直接刺しに、相手が今回端前でね、めちゃくちゃ出してたと思うんですけど、まあ、ああいうホバリングの使い方をされるとちょっとね、嫌ですね。と言ってると、またホバリングですね。いや、ホバリング環境か、もしかして珍しいですよね。さあ、これはちょっとね、あえてホバ受けて、このやりゴブを刺しに、みたいな思ったんですけど、受ける必要もなかったか。さあ、ゴブ小屋、ホバ、何やこれ。まあ、とりあえず、めっちゃファイボ枯渇っすよね。めっちゃ。ゴブ小屋とホバって安っすね、なんか。いやーこれ、ちょっと楽してボムいっちゃいますね。で、この間ね、ウォールブレーカーも攻めちゃって、もうウォールブレーカーに対応してきたやつも、このね、先置きボムで仕事してもらおうぜというような、贅沢ボムです。まあ、とりあえずめっちゃいるな。とりあえずめっちゃいる。まあ、トルネなんかなさそうな気がしてる。うん。OK、ディガーが入る。で、あのホバはナイトで受けようかな。で、ロイフグ来ても、一応トルネでキング起動か、いや、キング起動したいな。こっちか？よし、OK。豚相手は、このやっぱね、キング起動さえしてしまえばみたいな。いや、待って、右側バカ入ってんじゃん。もっと、やばい。いや、痛ぇ。右側思ったより受けてしまったものの、まあ、こっからですね。後半入っちゃえばね、ボムあればマジ最強なんでね。で、タルーかな、まあ、単体ウォールブレイカーで様子見っすよね、基本的に。で、もう入るんじゃねこれ。槍の一発で。いや、守れるんか、槍強っ。さあ、マジアチャで耐えつつかな。ウッドで、ちょっと小屋にね、傷を負わせます。あー、ちょっとめんどいな。いや、なんか、ゴブ小屋になってんすね。さあ、まあ、ここはちょっと延命したかったが、なかなか苦しい。まあ、言うて。で、ちょっとホバーが残りそうなので、ああ一番やったらダメ。マジ、一番やったらダメ。これ、ウォールブレイカーで受けます。ああバカ。一番やったらダメ、本当に。それだけはね、僕の唯一の負け筋。よし。まあ。ディガーでね。相手はディガー受けがしんどいんですよね。なんか、親衛隊ロイフグの、ゴボウリがゴブ小屋になったのかな？いや、なんかわかんないけど、なんか変わってますよね。なんかが、なんかに変わってますよね。よし。さあ、これは？よいしょ。もう攻めます。多分、そう、ゴボウリがゴブ小屋になったんだ。いや、あっつ。多分、小屋の方がうざいんですけど、なんか、ゴボウリの方がうざいみたいなとこないかな。どうなんやろ。さあ、で、これ、まあ、やりゴブもいるし、ファイブ打たれそうだな。打たれないか。オッケー。さあ、カウンター。このね、やりゴブ、ナイトやりゴブ最強ですね。で、ウォールブレイカーとかも添えてあげて、LSP？ タルか？来た！ファイブを使わせる。いや、これですね。ウッドを転がしとけば、誰でもね、天才になれます。マジで、このデッキはね、とりあえずウッドを転がすだけで、誰でもね、マジで、めちゃくちゃうまい、ウォールブレイカー使いになれます。よし、さ、ウッド転がして、ウォールブレイカーが、いや、入れよ。そこ何やってんや。さ、ボム置いて、からのトルネでね、このボムバッカーに当たって、で、これちょっとホバだけね。オッケー。まあ、ここまで来れば大丈夫でしょうと。で、まあ、槍ぐらい添えてあげて、ウォールブレイカー、ウォールブレイカーいいや、降りて射抜こうかな。なんか来ます。うん、タルー。さあ、あと456、25秒です。いや、これボム買うのがよかったな。いや、まあいいか。で、延命してあげて、もうなんだか攻めなくていいですね、僕は。よし。さあ。で、なんとか、逃げ切り！オッケー！さあ、おー、親衛隊ロイフグ、2連チャンはね、まあなかなか、あんまいないっすけどね。なんか、親衛隊ロイフグ、もう、キョスケロイジャイモか。
なんか減ったっすね。めちゃくちゃ流行ってたんですけども、めっちゃ減ったっすね。マジで。なんでや。キョロイ、本当にほぼ見なくなった。ほぼ見てないっすね。マジで、ここ最近、めっちゃ減ったっすね。ね、ボムタワーがまあ多いとか、まあこのね、マジアチャオールブレーカーがいるとかも、まだと思うんですけど、そう、キョスケロイジャイがね、急に減った気がします。まあ、新鋭対ロイホグは、まあ今2連チャンいたんで、まあ、いるのかなっていう感じなんですけど、まあ、なんかやっぱキョロイはね、新鋭対がきつくて、まあ、この新鋭対ロイホグいてとか、このマジアチャオールブレーカーいてとかで、まあ多分きついと思うんですよ。さあ、このグッドイエマは多分僕がマジアチャオールブレーカー使ってるの知ってて、そう、相手はね、枯渇で、あー、マジアチャオールブレーカーきついよー、グッドゲームしてほしい、グッドゲーム連打ですね。あれ違った。全然、なんか恥ずかしいじゃんけ、俺が。あー、プリンセスホグですね。まあ、ミニペロケかな。で、僕が負ける可能性としては、まあ、ミニペッカぶっ刺さるぐらい。そうなので、まあ、ミニペイ事故だけ気をつけたいですね。で、プリンにウッドはもうね、もう躊躇なく転がしていいっす。100ね、板、ん?木をね、転がして、ちょっと姫様処してあげれば、絶対事故らない。で、これも、ホグさ、近畿として、まあ、このプリンは、正直プリンじゃない、マジで違うか?残っても残んなくても、オッケー!いや、でかいですね。で、まあ、ウッドか?ウッドアイスピー、ミニペも使ったな。いや、これ多分今攻めた方がいいですね。で、ディガーが入れば、オッケーみたいな。で、ウッドアイスピーか。そうですね。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、こんな感じで、ウォールブレイカーね、基本的には刺さらないので、よいしょ。ほい。ボムで。基本的に、今みたいに、ディガーで削っていきます。もうウォールブレイカーはもう一発も入らないものとして立ち回ります。まあ、なのでこうマジアチャで攻めるだったり、まあ、ディガーでね、ウォールブレイカーを餌としてディガーで削ったりみたいな。まあ、そんな感じですね。まあ、でも最後のロケ削りが怖いかなっていうのありますね。さあ、右側はロケ打たれていいかなと思って右にマジアチャ出したら左ロケ打たれましたね。さあ、端前プリンだけちょっと警戒を出して、あのプリン届くかな、ウッド。なんかプリン地味に高いっすよね、あれ。1。いや、届かねえんだ。うわ、それはやったな、俺。さあ、で、まあまあまあ。うえ!いや、これ、結構やばいっすよね。なんか、うじゃうじゃ湧いてるっすもん。いやー、耐えます。ホグノーダメからのプリンが、あー、マジアチャか。僕もしかしたら右でもいいかもっすね、攻めるの。そう、ここで変に左行く必要がないで、トルネカもいます。あー、構えなくていいか。ミニペー後ろに使ったんで、うーん、端前プリンだけちょっと怖いっすよね。よいしょ。さあ、で、ここはボムにね、ミニペッカを行かせてみたいな。ウッドで、オッケー、一発も入れさせたらダメ。からの、ここはちょっとね、おしゃれに行きましょう。ベイビー。いいね。相手このミリペがね、空振ってる。いや、もう入るんじゃない?いや、一発?入んねえか。さあ、アイゴレフタがあるからね、うわ、マジか。いや、これ、結構やばいっすね。ロケ削り。ロケ削り、来るよ。プリンが真ん中。いや、プリン、来た。いやー、プリンが遠いんだな。いやー、アイスピーうますぎ。いやー、うますぎ、マジで。さあ、いや、耐えます。いや、全然耐えれる。マジで残ってる。うわ、うめえ、そのプリン。いや、でも、事故ってる。いやー、待って。いや、でけ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 。いや、でかすぎ、でかすぎ。いやー、でかすぎる。いやー、当ててくる。で、横の方にアイゴレかな、多分。うん。このホグでいいな。いやー、マジアチャー。いやー、オッケー。いや、でかいっすね。いやー、これで負けそうになる。やばいっすよね。相手、うますぎやろっていう。マジで。さあ、まあ、ちょっとまだね、全然負けそうではある。
怖い怖い怖い、マジで怖い。最後ロケあるんでね。で、アイゴレがここに来る読み、いや来ない、いや魔術入って、オッケーオッケーオッケー。まあさすがにね、負けないよな。え、待って、終わってね、終わってね、待って、終わってると思った。待って待って、やばいやばい、待ってやばい、え待って、ウッドで、オッケーオッケー。いやさすがに危ない危ない危ない。なんかもうね、時間が多分残り3秒ぐらいに見えたんですよ僕。そしたら残り16秒ぐらい、はい来ました。もう高確率です高確率でもう保冷スタンプがね飛んでくるよと。まあいうわけでね、いやー、なんとか展開には戻ったものの、世界一までねちょっと遠いんですけど、今季はねロングシーズンっていうのもありますし、もうちょっと頑張ろうと決めたので、はい、皆さんもね、トロ上げ最多更新できるように一緒に頑張りましょう。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもぜひよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またねー。